皆さんこんにちは、ケイズです。今回はね、ケイズが乗っているマツダの CX-5、 これのね、大技ではなくて小技のね、Do It Why のカスタムポイント、これをね、紹介したいと思います。まずはね、このコマンダースイッチのこのスイッチについてるね、小さなポッチ、これね、すっごくね、大事なんですよね。これだけでね、すっごく便利になります。マツコレの再起動方法の裏技もご紹介します。この貼り付けた小さなボタンは、マツコネがたまに起こす動作不良の時に再起動する時もブラインドタッチで簡単にできる優れものです。そしてノブのカスタム、そしてその向こうにあるのはね、いつもね、小物入れがマツダ系って暗いんですけど、簡単に明るくできる USB の背面がね、照明になってるタイプ、これを差し込むだけで明るく便利になります。そしてハンドルもかぶせタイプのハンドルカバーではなくて編み込みで、ほとんどね、ハンドルの太さが変わらなくてレーシーな感じにするカスタム、これも紹介します。そしてハンドルの奥に見えるデビルウィングと言われてるパズルシフトのエクステンション、これもね、めちゃくちゃ使いやすくなって、マツダらしいスポーティーなドライブフィールがもっとスポーティーになります。絶対これするべきだと思いますね。そしてこのようにスターターボタンもおしゃれにまとめてます。お楽しみに。マツダの CX-5、これのね、大技ではなくて小技のね、 Do It Why のカスタムポイント、これをね、紹介したいと思います。まずはね、このコマンダースイッチのこのスイッチについてるね、小さなポッチ、これね、すっごくね、大事なんですよね。これだけでね、すっごく便利になります。このポッチがあると、運転しながら前を見ながらね、指の感覚でブラインドタッチでね、押したいものが押せるっていうのがあります。中指を真ん中にして、中指は常にジョグダイヤルに触りながら、人差し指が、ケイズの場合はナビゲーションボタン、そして小指が、お気に入り登録ボタン、こちらをね、触れるようになってます。マツコレの再起動方法の裏技もご紹介します。この貼り付けた小さなボタンは、マツコネがたまに起こす動作不良の時に再起動する時もブラインドタッチで簡単にできる優れものです。時々マツコネって進行方向がね、逆方向になったりするじゃないですか。こういう時にね、再起動したり、アイストップがなぜかかからなくなったり、こういう時にね、再起動するとかかる場合があります。再起動の方法は、このボリュームボタンとナビボタン2つ同時に長押し、約5秒すると再起動がかかります。ただし再起動時間が50秒ぐらいかかりますので、その間ね、ナビ当然ね、ラジオも聞けないし、それを承知でタイミングがいい時に再起動をかけます。こんな感じになりますよ。ケースが小技としての Do It Why で皆様に一番最初におすすめするのが、このね、マツコネのコマンダーボタンに、この100均で売ってるこのね、ジュエリーボタンを貼り付けるっていうことなんですよね。ここにこういう風にね、これ1個ありますけど、これもうこの100円でね、もうこれ何百個あるんだろうな、たくさんついてます。で、大事なのは、どれもこれも貼るんじゃなくて、自分が一番使うもの、ケイズの場合は右上のナビに戻るっていうボタンと、あとお気に入り、この中にね、自分家の自宅の地点登録とか、自分がよく行く地点の登録とかしてるボタンね、これをブラインドタッチで、要するに前を見ながら選択しますから、ジョグダイヤルを基準に中指をジョグダイヤルに置いて、そして人差し指でナビのボタン、小指で
あのお気に入り地点登録を呼び出す、これをねブラインドタッチでできる、これがね重要なんですよね。そして最近ね、まあトヨタさんでも何でも、あのどのメーカーさんでも大きなディスプレイを用いて、その中でタッチパネルで操作するっていうのがあるじゃないですか。地点登録も家に帰る、自宅にも帰るも全部タッチパネル。これね、めちゃくちゃ視線がそこに奪われるんですね。タッチパネルでそーっとボタンの中央を狙ってっていうのは、ものすごく視線が前、その、ナビの画面に奪われてめちゃくちゃ危ないんですね。ですから、マツダってこのハードボタンを残してくれるっていう考えを、あのね、全車種に共通して持ってる唯一の日本メーカーだと思ってます。ですからね、マツダさんこれ頑張ってほしいんですけど、で、ケースはね、あのジュエリーシール、これ使い勝手いいので、いろんなこのねケースがね使ってるカメラにもこれ用いてます。これカメラのセレクトモードなんですけど、一番よく使うオートっていうところにやっぱりこのジュエリーシールっていうのをこれ貼ってます。で、こうファインダー見ながら、あれこれスピード優先だっけ、オートになってるんだっけっていうのをもう切り替えてる、こう見て切り替えてる時間なんかないんですよね。でパッと触って、あ今ちゃんとオートになってるよねとか、あ違うよねっていうのはここで見て触ってわかるんですよ。ですからもし違ってても、あオートに戻すだけならキュキュッとこの真横にする、これこれね、今こういう風にこの白い線とあって今オートになれるんですけど、少なくともオートにはあのブラインドタッチでこれ戻せるんですよね。それ以外にも YouTuber としてあのスチールかムービーかを撮るのに、これここがムービーのね、ムービー撮影のボタンなんですよ。これもファインダーを覗きながら、はいムービー、はいスチール、こういう風にねボタンを、はいここですね、ここのポッチを貼ってるのがこれムービーボタン、ムービー撮影用のボタンなんですけど、やっぱりこういうものっていうのをあのファインダーを見ながらブラインドタッチでできるようにしてます。ですからこれは本当に一番使う頻度が高いものだけですから、あまり貼りすぎると、他どこも貼ってないんですけど、一番使い勝手が、あの前を見ながらねやらなきゃいけないっていうものだけにね、あのこれ使ってます。これ絶対おすすめです。そして100円でほぼ永久にあちこちに使えますからね、あの皆さん使ってください。あと雪道なんかで、あのトラクションコントロールオフもよくね雪の中では使えますので、あのケースはねこれにも貼ってます。そしてコックピットのイメージを大きく変えるのがこのハンドルカバー、これ編み込み式でとっても苦労するんですけど、ものすごく変わります。これアリエクスプレスで送料込みでキットが5000円ぐらいで販売してるんですよね。で色配置も全部指定できるし、ステッチの色、糸の色まであの指定ができます。そしてあのハンドルのねセンターマーカーの色や配置も指定できるんですよね。でこのようなキットで全部ね、あのレザーからその糸、そしてまあ差し込むヘラまで全部ついてまいります。通常常に触ってる下の部分もパンチングレザーで芸が細かいです。と大事なのはこのあのステッチを作る編み込みの糸、これにねロー引きといって、こういう風にね100均で売ってる、まあ糸が赤なので赤いローで巻きつけて、その摩擦熱でねこの糸に染み込ますことによって編み込んだ後の糸のほつれ防止もできるし、編み込む際の滑りを良くして編み込みの力が綺麗に伝わるようになります。これね絶対ロー引きはやった方がいいし、あの長年使ってもね糸に手の油汚れが染み込みにくくなります。針の穴へ通すときは糸は瞬間接着剤で留めた方がステッチのね邪魔にならないで楽にできます。スキンがずれないように両面テープでまず固定点を決めてスキンをかぶせます。本来なら端から縫い始めるのがセオリーなんですけど、センターマーカーをずらしたくないケースは中央から針を入れていきます。この一番上がセンターマーカーですね。そしてハンドルをちょっと左右どちらかにこじった方が縫い目が見やすくて縫いやすいです。ある程度の区間を編み上げればその部分をねタイラップで留めて次の区間に取り掛かります。で時々こういう風な付属の J フックで締め上げると、もともとロー付けしてますので全体がギュッと締まって全然ねよれ隙間がなく綺麗に仕上がります。ロー引きはそういう意味でも大事ですね。
で、まあ、手間はかかるんですが、こういう風なステッチ、まあ、ステッチも何種類あるんですが、一番単純な1個飛ばしでも綺麗にできます。そしてこのハンドルの隙間に赤い部分っていうのは潜り込まして綺麗に仕上げます。そしてセンターもね、マジカルカーボンを貼り付けて、全部ね赤い差し色のイメージでコックピットは構成しました。このようにもう本当にレーシーな、もうお店で買ったようなスポーツハンドルが出来上がります。このスキン、現在ね、ケイズは7年7万キロ走ってるんですが、全然擦れや擦れもなくて非常に耐久性もいいですね。そして次はマツダのビーアドライバーの感覚を拡張する小道具がこのデビルウィングですね。あのマツダはディーラーオプションでパドルスイッチが選択できるんですけど、このねパドルスイッチが選択できるっていうメーカーが少ないんですよね。まあ上位のレクサスさんとか、さすがに標準でついてるんですけど、トヨタでは CVT ではこれが選択できるものが非常に少ないですね。ホンダさんなんかは S660 なんかでもパドルスイッチつけてるんですよ。やっぱりスポーツ性を与えるっていう風にメーカーが考えてるメーカーさんは非常にこれがついてるですね。これは純正のパドルにそのまま両面テープと、セットボルトで、まあ、がっちり食いつけてきれいに固定してます。でハンドルをひねりながらでも多少手の位置がずれてもパドルがいつでも触れる。これねすごくスポーツ走行にいいんですよね。ですから後で示すようにケーズも特にね雪道、氷道、こういうところにねずっとパドルに指がかかってるっていうのをご覧ください。行ってまいります。ね、トラクションコントロール切りながらね、あのトラコンが入っちゃうとね、もう滑り出すとパワーダウンしちゃってコントロールがね逆につかないのでね、トラコンは切ってね行ってます。でね、前にね走ってるのが懐かしいねランサーのラリー車。はい、皆さんこんにちは、ケイズです。まあ、このパズルシフトの紹介なんですけど、まあ、タクシャにパズルシフトってディーラーオプションなんですよ。通常は 6AT でここにマニュアルモードがあるんですね。でマニュアルモードがあれば、まあ、パズルシフトなくてもいいやって皆さん思ってる方いらっしゃると思うんですけど、実は、まあ、AT からマニュアルモードにしてこの丸あるシフトとこのパドルでマニュアルシフトするのってアルゴリズムが違うんですよね。分かりやすく言うとマニュアルモードって本当に介入力が強くて、例えば今マニュアルにしてこれアップですね。でダウンダウンで今2速になりました。でずっとこれこのマニュアルシフトにこのオートマシフト側に倒すまでずっと2速なんですよ。でこの強制力が強いっていうのがそうですね。で1回オートマにするんですけど、はい今これからパドルでマニュアル的にやるんですけど、はい今ねオートマチック、要は D ドライブになってるんですけど、ここではいはいダウンダウン、はい3速2速になりますよね。マツダの車って結構頭がいいので、はい今 D に勝手に戻っちゃいました。これなんですよ、積極的にその運転手がシフトアップシフトダウンをしてるなっていう間は介入してこないんですけど、ある程度イージードライブモードに移ったなと思ったら勝手にオートマチック、まあ、D ドライブに戻るんですね。アルゴリズムがこちらを使ってフロアシフトを使ってのマニュアルシフトとパズルを使ってのマニュアルシフト の大きな違いです。はい、マニュアルモードドライブからマニュアルポールに出て、ダウンアップアップ3、2で3速からこういう風にね無限に上がらないっていうことなんですよね。である程度その仲介って言いながらインテリジェンスは入ってます。でけどこのままねマニュアルモードにしとくと3速なら3速のまま基本的には変わらないということですね。でこれで、はい、2速4速に、上がりました。はい5速、はい5速から4、3とシフト、まあ、M の3に変わってますね。はいここからディライブに戻して今度はねパドルに変わります。はいパドルで、はいダウンダウン、はい加速ピョーン、はいパドルでアップアップ、はいけどこれね今ね D の5マニュアルの5速になってますけど、これアクセルペダルをねパーシャルにするとほら D にね戻りました。こういう感じでねその運転手のその瞬間瞬間、まあ瞬間というか少しの間の
ドライビング傾向、スポーティーに行ってるのかコンフォートに行ってるのか、自由にパズルっていうのはそれを自由にコンピューター側が検知しながら本当にね、あのオールマイティーに、スポーティーにも、コンフォートにもどちらにもね、自由自在にパズルでね、マツダ側がコンピューター側が考えてコントロールしてくる。これね、非常にスポーツ性も楽なんですけど、いつもカリカリ走ってるわけじゃないじゃないですか。そういう時にもこのパドルがあるとめちゃくちゃ便利なんですよね。はい、このように非常に頭がいいマツダのパズルシフトでした。スターターボタンはシルクブレイズさんのダイバーズウォッチ風のボタンで気分を盛り上げてます。ナビ画面の横には電圧計を埋め込んでます。エンジンをかけないでオンにして、まず発電がない状態でバッテリーの電圧が出ます。それで今のバッテリーの充電状態がわかるんですけども、その後エンジンをかけると 14V 近くまで上がって充電制御がかかって、その後安定して、まあ、さらにねフルになるとこのようにだんだん充電制御で電圧は下がっていて 12V 近辺で常に充電をするようになります。ですのでナビ画面の横に小さな電圧計を埋め込んでおくと、本当にね充電状態とバッテリーの状態がよくわかる。そしてケースはね、割とアイストップで止まる方は好きなので、ちゃんと充電しておきたいんですね。でそのためにフロントガラスにはこのようにソーラーチャージャー、これをね取り付けて、まあ、常にね追い充電ができるようにしております。はい、そしてね初期型 KE、 これねシートが今の台の KF あるいは CX30 のように骨盤がね立ち切らないんですよね。ちょっとねランバーサポート力が弱いんです。レカロシートとかは立った姿勢に骨盤が立つように持ってくるんですけど、初期型の KE ってその力が弱いんですね。そこでランバーサポートを強化するっていうのをこれから行ってみます。シートレールの取り外しは12番のトルクスのソケットが必要です。でこの白いラッチを一回引き上げます。ここを押さえるとこういう風にパカッと、ここの部分をね、ここのピンで押さえるとこういう風に外れます。引いて、でこれでねカップラーが外れました。でこれでねガバッとねシートを取り外します。でまあ傷がつかないように少しねシートを入れて、重いけど力技で出します。はい、これ CX5KE ですね。まあ、初期型 CX5 の、ドライバーズシートを下ろしました。実は下ろした理由は2つあって、1つはまず、まあ、直接的にはね、この前後に動くモーターの、リンクがちょっと外れてしまいましてね、前後の動きがおかしくなって、まあ、それを直すっていうのが、まあ、最大の理由だったんですけど、どうせ直して下ろすんでしたらね、今KF 型とかね、新しいマツダの、骨盤を立てるシートにねちょっとねスタイルフォームを追加して、まああれね、私もね試乗したらすっごく良かったんですよね。骨盤が立つとすごく疲れないですね。まあそういう形にね、この古いタイプの、CX5KE のシートもちょっとね自分で追加工して、改造してみたいと思います。でね、このシートを下ろしまして、これシートバックで、こちらがね、ヘッドレスト側、これがね、シートレール側になります。これね、上下でひっくり返してますけどね。で、まあ、追加するのはね、この空気で膨らます、これね、レカロシートなんかのランバーサポートで、エアーで膨らますやつなんですよね。これね、ここの弁を閉じて、こういうふうにね、こう閉じて、こういうふうに、エアーでやると、だんだんこれ、わかりますかね、ちょっとね映像では見えにくいかもしれないですけど、膨らんでくるんですよね。でここの弁を、ここのね弁を開けて、こういう風にやって背もたれでね、人間がピューッと後ろに寄りかかると、中のね空気がね、まあ、外に、まあ、これ、まあ、空気が出る音がねわかると思いますけれども、こういう形でね、だんだんランバーサポートが、まあ、引っ込んでくると、まあ、これを中に、まあ、骨盤を立てる状態でもすり込ます、まあね潜り込ますんですけど、実は蛇腹状のスプリングで支えてるんで、これだけ入れてもね空気がね圧力が他に逃げて、うまく前側にちゃんとねランバー
ね、スパインを押してくれないんですよね。で、そのサポートのためにもう一度、もう一枚ね、ここにね、少しね、スチロールで、まあ、これ、軟粘性の建材の断熱材なんですよ。これ少しね、軽く弾力があって軟粘性ですから、これちょうどいいんですよね。これを35センチのこの幅に切って、ね、これがね、この圧力が逃げないようにして、これもサポートを加えてやっていきます。で、入れるのはね、割と簡単。まあ、簡単っていうかね、ちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、シートはね、このようにね、蛇腹でね、チャックでこの通り、ね、背中がガワーンと開くようになってます。で、こういう風になってるんですね。で、このワイヤーが、実はランバーサポートを出す、電動のね、引っ張り切る、引き込むワイヤーなんですよね。でね、ちょっとね、こちら寄ってみてください。で、ここにね、ワイヤーがあるんですけど、このワイヤーで引き込まれるのは、ここだけなんですよね。ここがぐーっとこういう風に押されて、ランバーサポートを出す、ね、これが引かれるとこれがこういう風に出すっていう機構になってるんですけど、これだけ見ると、はい、皆さんこちら見てくださいね。あのね、ここに背骨、スパイン、英語で言うとスパインですよね。で、このマツダのランバーサポートの出し方は、ここをこう引くんですよね。こう引っ張り上げて、ここを引っ張る。これね、背骨ないんですよね。スパイン、ね、背骨、ここでランバーのスパインってここにあるんですけど、ここにある、ここに両方頸筋っていう筋肉があるんですけど、ここを持ち上げるような形になってるんですよね。ですから、ちょっとそういう意味で、骨盤を立てるために、こういう風にスパインをね、柔らかくこう包みながら押すっていう力が弱い。これ、前の経緯タイプですからね。で、まあ、それをね、このようにサポートを加えて、まあ、これを滑り込ますっていうね。まあ、ちょっとね、Do It Y 的なところでね、やってみます。で、必要なのはね、まあ、こういう風な、まあ、これちょっとね、大型の、ラジオペンチなんですけど、はい、ここにね、背中にね、シートバッグにね、ここに2本、こことここにね、これスプリングフックがあるんですよね。これね、パカッとこう向こうに、ね、外側に押し込みながら、これ1本もこう外れました。ここね、ここの部分も外すと外れます。こちらもね、同じようにね、外し込むとこのようにシートバッグが、まあこういう風にね、上側外れます。まあこの状態で、このね、レタロの、ランバーサポート、これもね、実はね、そういう真ん中のスパインは、実は真ん中少し逃がしてるんですよね。ですから、ここ、まあ先ほどのね、横側なんですけど、マツダの機構は本当に外側のここしか締まないんですね。で、レカロのこのシートは本当にスパインだけを、ちょっとね、背骨のこのゴジラの背びれのね、この出っ張りだけを逃がして、ここの部分が、ここが膨らむようになってますからね。非常にね、骨盤を綺麗に押し出してくれます。そしてね、このチューブ、これはね、運転席に座った時に、ね、右手で運転しながら、左手でこういう風に、まあ、シポ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 とこういう風に調整しますから、これはね、左側、シートの左側に出す位置にね、ですからこれでしたら、これね、これを下向きにして、こういう向きですよね。もう本当にね、挟み込むだけでいいんですよね。挟み込むだけでいいです。こういう風に出します。で、このままこれ膨らんでも、この隙間からこういう風に圧力が逃げるんですね。こういうスプリングで、弱いスプリングで背もたれが保たれますから、で、これ膨らましても全部この隙間から、ここが膨らんで逃げちゃうだけなんで、こういう風なスタイルフォーム、ちょっとね、これすごく軽量で、それも軟粘性、燃えにくいものですから、これをね、こういう風に差し込んで、これ、ちょうどね、幅はね、35センチだとね、多分ね、ちょうどいいぐらいなんですよね。もう、単純に、こういう風に、もう、差し込むだけです。もう、これで十分です。で、また先ほどのね、スプリングを、元にね、引っ掛け戻して、はい、こんな感じでね、ここを引っ掛けました。あとはね、もうこうやってチャックを閉める。はい、そしてね、ここ、最後のね、ここを閉めるところ、これ昔のね、地下足袋のハゼを差し込むような形なんですけど、結構ね、これきついんですよね。こういう風に引っ張ってもなかなか入り込まないので、こういうね、
スクレーパーを、ね、使います。でこのメス側のこの溝に引っ掛けてぐーっとねこれまで押すようにして近づけて押す側をこれね巻き込むように引っ掛けると割とね簡単にこういう風に入っていきます。こういう風にね巻き込むように引っ掛けると綺麗にねこういう風に完成しました。でねこれで、ね、電動の 5A シートがこういう風にね左側ねこういう風に今ねちょっとね電気が入らないんでこの状態で動かないんですけどこういう風にしてちゃんとスパインをねスパイン背骨を避けてね松田純正でしたら横の養蜂形筋だけをこういう風に引っ張るんだけどそうではなくてここのね背骨をちょっと下げたここの本当のねランバーの近くをこういう風にね押して骨盤をこういう風に立てるでね足りない場合はこれでね横で運転しながらでもシュポシュポシュポーとこれこうすれば出てきますし松田ね電動ランバーもここに動くんですよ。動くんですけどさっきのここを引きますから背骨が立たないんですよね。養蜂形筋側をここを引っ張りますからここのねここを引っ張りますから背骨骨盤が立たないんですよ。骨盤立つためにはここを押さえなきゃいけないんですね。ここでピューッとこういうふうにこういうふうに骨盤を立てるように今エアがね膨らむように立てました。はい、というところでね、ここにね、今、マツダ純正でしたら、ここをワイヤーがね、この辺りをちょうど引っ張ってね、こういう風に前に出すんですけど、そうではなくて、エアーでね、ちょうどこの背骨のね、背骨だけを外して、ちょっとこの辺りを手前に出して、これを少し立てればね、座骨がここに後ろに引っかかりますので、骨盤が立って、ちょこつをね、前に倒すと、こういう風にね、骨盤が立ってきますので、まあ、このようにね、骨盤を立てて、まあ、楽な運転姿勢が取れるということになります。まあ、少しね、完璧にその、ね、新型の軽油とかねそういうものに沿うわけではありませんけど、まあ、旧型の、ね、軽油でもかなり近いところにはできます。はい、 Do it yourself でした。ありがとうございます。オリジナルの電動サポートは横脇を引っ張り上げるだけだったので背骨が十分に前に出てこなかったんですね。今回は背骨と腸骨をしっかり前に押し出してきちんとね骨盤が立つようになりました。皆さんはお出かけしようとして急にねエラー表示が出て困った、お出かけしたいけどディーラーにも行かなきゃいけないかなと思ったことありませんか？いろんな種類のエラー表示ってあるんですけども、その中でね排気温度異常とかオイルプレッシャー異常、これはね本当に重大なトラブルなんですぐディーラーに行った方がいいんですけど、それ以外は割とコンピューター本体を再起動させれば消えてしまうっていうことがよくあるんですよね。じゃあどのヒューズを抜いて、再起動すればいいか、それがねこれになります。ヒューズのね37番エンジンプラス B、 そして17番キャビンプラス B、 この2つのヒューズを抜くと、まあ、分散されたコンピューターが全部ね再起動されます。それのね裏技をご紹介します。コンピューター系のヒューズを抜き差しして再起動をするんですが、まあ、そこにたどり着くまでの、まあ、ちょっとした便利ものもご紹介します。まあ、ボンネットを開けて助手席側のところにヒューズボックスがあります。このねヒューズボックスの裏にもねいろいろ小技があって、実はね中に置いてるこのニッパー、これね100均のセリアで買える100円のニッパーなんですが、これがねヒューズを引き抜くのにとっても使い勝手がいいんですね。で薄手でこのヒューズボックスの中に入りますし、先もね尖ってないのでヒューズを抜くためにあるようなこのニッパー100円で売ってます。これをねいつも置いてます。で抜き差しして、こういう風にね簡単にヒューズも抜くことができます。蓋の裏にはね白いねヒューズ用のクリップもあるんですが、それを使うよりこちらの方がよっぽど簡単に抜けます。抜くべきものはこのナンバー37エンジンプラス B 7.5 アンペアのヒューズとナンバー17キャビンプラス B 50アンペア、これですね。ナンバー17キャビンプラス B っていうのは英語のマニュアルをたどると For Protection of Various Circuitということで、まあいろんなところのサーキットってなってるんですが、実際は分散されたコンピューターの元電源ということになります。これらを引き抜くと多くのエラー表示がね消えることになります。
一応ねその後ディーラーで、まあ、落ち着いた時よりにねあのエラーの確認とか一応エラー記録は残ってますので確認をしてもらうのがいいと思います。蓋の裏にはこのようにねこの画面があのそのままプリントアウトして、まあ、いつでもね熱いマニュアルを開くことなくこのヒューズがどこだったか思い出せるようにシートをねクリップしてます。CX-5 って意外と小物入れが少ないんですよね。で、一番困るのが駐車場などで小銭を出したいとき、これね、探すの困るんですよ。そして、この肘掛けの中に、このね、千円札と小銭、これね、昔懐かしいね、クリップ式の小銭入れ、これをね、リベットで留めて収納してます。そしてこのように、対流チューブを差し込んでボールペンも留めてますね。一度ねこの肘掛けの上を外してこのね昔懐かしのクリップ式財布っていうのはリベットで留め付けてます。はい、ここからはケイズのまったりトークのコーナーです。このコーナーはねケイズの浅はかな知識経験とまあ行き当たりばったりで主観で話しております。ですので信じる信じないは皆様にお任せします。はい、そしてね、まあ今回はタイトルが、マツダの大技ではなくて、小技の、まあ、do it why っていうのを紹介したんですけど、まあ、人によってはね、じゃあ小技がどこまでで、大技がどこまでかって、まあいろいろあると思うんですけど、ケーズの大技っていうと、はい、こんな感じになります。一回ね、本当に内装のすべてですね、もうシートも含めてすべて内装を、天井も含めて全部剥がして、本当にフレームだけにして、そこからいろいろね、防音したり、いろいろいじったりとかいうのがあって、まあこれがケーズの中では割と大技の方だと思います。で、小技はもう本当にね、紹介したように、このダイソーの、このシール、これね、もう超、これなんか超おすすめなんですけど、これを貼るだけ、けどこれめちゃくちゃ、ブラインドタッチが簡単にできるっていうのでいいと思うんですよね。今回はね特に運転席周りの小技を紹介させていただきました。次回はまあ収納関係のね小技を紹介しようかなっていうふうにも思ってます。はい、そしてそのブラインドタッチができるっていうのは今どこのメーカーもそのナビのモニターを大きくして豪華さをアピールしてまあまあがアピールしてるわけなんだけど一番大きいのはテスラですかね。で、テスラはもう本当にボタンが何もないんですよ。すべてがこのでっかい、iPad のね、でっかいやつみたいなのが真ん中にあって、すべてをそれでタッチパネルでボタン操作。逆に言うと、それで確かにすべてを一回まとめてしまうと、そのバージョンアップっていうのがリモートでできるっていうのがあるんですけど、僕は松田さんがハードスイッチを残してるこのね、思想を貫く、これからも貫いてほしい。松田さん頑張ってほしいんですよね。で、ブラインドタッチでそのボタンのクリックの感触を確認しながら、やっぱりブラインドタッチ、もう前を見ながら。で、松田さんってやっぱり前を見ながらっていうのにものすごく気を使ってて、ヘッドアップディスプレイもあるじゃないですか。ですから、松田さんのこのね、この主義っていうのは、やっぱりずっと続けて、唯一国内の中でタッチパネル、に流れてないメーカーがマツダだと思うんですよね。ですからぜひぜひねマツダのエンジニア確かに未来的ではないかもしれませんけど運転手にとってはこのね、まあ、昔ながらのスタイルっていうのが一番使いやすいかな。で特に僕に衝撃的だったのはCX30 とかマツダ3に出てきたジョグダイヤルの丸いトップが広くなってそこがねタッチパネルになった。これはねすごいですね。ですから次期の CX5、まあ6気筒版、まあ当然これも入るんでしょうけど、やっぱりそれがもっともっとね、変にタッチパネルに流されることなく、最近ね、どうしてもずらーっと本田さんのように、ずらーっとタッチパネルで埋め尽くすっていう風になりがちなんですが、僕は松田さんのこのクラシックなスタイルを貫いてほしいっていう風に思ってます。私がね、KE なんで、まあ、皆さんの松田車よりはだいぶ古い形にはなってしまったんですけど、当初私、電源トラブルとかコンピューターエラーっていうのに悩まされたのがあって、いろいろ電源系調べたんですよね。で、トラブルシューティングするのに、やっぱり僕たちがディーラーさんに、配線図を出してもらっても、結構ね、欲しいところがなかなか出てこないのがあるんですよ。で、その時に私頼ったのが、まあ、ネットで引いてみると、ヨーロッパ松田に、
こういうふうなダウンロードできるっていうのがあったんですね。ワークショップリペアマニュアルダウンロードっていうのがあって、サービスマニュアル2000ページあるんですけど、電気配線だけで500ページぐらいあるんですよ。これがユーロで、これいくらだったかな、あ、9.95 ユーロ。で、まあ約1300円でダウンロードして、まあそれをダウンロードしていろいろ読み解いたっていうのがあります。だからまあ、キャビンプラス B ってなんだとか、もう全部の配線を、ページページで辿って、これどこに行ってるんだっていう話になってね。そこでいろいろ勉強して、したっていうとこ、記憶があります。まあ今はね、すでに問題は解決してるんですけど、やっぱりいざこう出かけようとするときにバーンとこのアラームが出て、今出かけたいんだけどこれディーラーに行かなきゃいけないかねって、けどディーラーも今すぐにやってくれないじゃないですか。予約して何日後ですから、そんなのできないんですよ。それよりまあコンピューター系でしたら、一応これとこれのヒューズを抜き差しして消えなければまあ行けばいいや、まあ消えたらラッキーぐらいで、けどかなり消えるんですよ皆さん、これ知っといてくださいね。はい。ですから、まあ、台が違う、KF とか、まあ、配置は違うかもしれませんけど、多分似たような表記はあると思いますので、皆さんね、一応これを事前にチェックしておくと、本当に出てきた時に慌てなくて済むと思います。そして、このユーロマツダの、ダウンロードページっていうのをリンク、概要欄に出しておきますので、もしご興味ある方は自分の型式の、まあ、マツダ社のダウンロードができるかどうか探してみてください。で、一つ思うのは、日本のサイトにこれがないんですよね。なんでお膝元でできないの？いや、開示したくないの？っていう、僕たち、やっぱ困るんですよね。いつでも行ってパッと対応してくれるならいいですけど、そうじゃないじゃないですか。で、僕みたいに、まあ、自分でやるのが好きな人間もいるので、やっぱりこういうのって、ね、リペアマニュアルとか開示してはいけないの？僕、十分して、すべきだと思うんですけど、なんで松田さん開示しないんでしょうね。松田の皆様、見てますか？ですね。こういう風なパーツリストとか、あと、リペアマニュアル。で、そういうのをね、日本語版でも開示していただきたいんですよね。はい、そしてね、私の CX5、旧型の KE なんですけど、まあ最新型の KF とか CX30、そして、まあ松田3とか、すごくいいね、骨盤がこう立つ。こうね、腰が猫背になるんではなくて、骨盤が綺麗に立ってる姿勢に近いように、これが一番ね、椎間板に対して一番負担がないんですけども、骨盤が立つ。そして私たまたまこのシートだけを改良したんですけど、実際は松田さんってそのシートフロームへの車体合成の振動の伝わり方まで全てトータルにコーディネートしてますから、あくまでも私の改造はそれにシートの部分だけ寄せただけの話ですからね、ここをお間違いないように。けどね、それだけでもものすごく運転は楽になりました。私の CX5、まあ L パッケージなんですけど、運転席だけ電動ランバーサポートがついて、まあ出たり入ったりできるんですけども、助手席はないんですね。やっぱり助手席に乗ってみてやると、やっぱ腰が沈み込んで、最初当たりは柔らかく感じるんですけど、やっぱり結局腰が疲れるんですよね。で、特にその電動サポートがあっても、マツダの方はやっぱりね、コストダウンの絡みで、ここをこう引っ張るんですね。後ろをね、ここスパインね、腰椎をこう押す、あるいはここの腸骨と、ここの腸骨。で、セックスは直接は押してないんですけど、ここをこういう風に押すっていう機構にはなってないんですよ。あくまでも、ここを引っ張り上げる。ね。ここを引っ張り上げるっていう機構になってて、で、今回足したのは、スタイルフォーム。これね、スタイルフォームこれ15ミリ版なんですけど、実際に使ったのはちょうど10ミリがいい感じでした。ここをこういう風に押して、さらに、ここで空気で、ここの部分ですね。ここの、仙骨と腸骨とこの間、ね、スパインを避けて、ここを押す、ここを押す。ね、こういう風な形にしてます。ね、これだけで、ね、ものすごく長距離ドライブの腰の負担が低減されます。ですから、もしね、ランバー、電動サポートがないグレードに乗ってる方も、こういうね、建材の、これ軽いんですけど、これ15ミリ版ですけど、10ミリ版がベストだとケイズは思いました。これをね、腰の、こういう風に差し込んで、やっぱりコストダウンで、ここの部分、
あの波型のスプリングで支えてるだけなんですよね。そうするとグッとこう疲れて寄り添った時もグググッとやっぱり腰は後ろに沈んでしまって腰猫背になるんですよね。そうすると腰椎圧迫されてやっぱり長時間運転した後にやっぱり疲れるんですよ。ね、皆さんよくシートで一番いいのはレカレオレカレっていう、まあ、伝説ではあるんですけども、あの F1 のシート、まあ、ちょっとこれ極端ですけど、これどういう風に座ってるかって皆さんご存知ですか？足をものすごくハンドルの高さに近いレベルになってこうなってるんですよね。こういう風にこうなってるんです。これなんでこうなってるかって言ったら、積極的にボディの下に速い空気を導いて、そして後ろ側でデフューズで吸い出して、要するにこういう速い下側にボディ下面で速い流出を作って、ダウンフォースね、ボディの上側の風速と速い下側の風速の負圧、こっち側に比較としたら負圧が出ます。でそれでダウンフォースを作る。そのために運転手ってもうこんなイメージなんです。もう足こうですよ。こうもうほぼハンドルの高さの位置まで、こうなるとやっぱり物理的には腰椎が立ってる状態っていうのは物理的には不可能なんです。どうしても猫背になるんですよ。けどやっぱりそれが沈んでしまうとやっぱり圧迫されてしまうので、で速いストップ&ゴーの加速でグイ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 後ろにも沈められますから、ものすごく硬いパッドで固められてるっていう状態です。例えば皆さんがレカロにシートを置き換えるっていう場合も、問題なのは足のひらの高さとシートの座面の高さがどのぐらいか、それでどのぐらいが一番腰が猫背になってる、これできちんと支えられてるかっていうのが重要なんですよ。ロードスターとか低いじゃないですか。 CX5 なんかは足がかなり下ろしてこういう風にね、まあ教室の机に座れるようなイメージなんですけども、その時の腰の曲がり、腰って言ったら曖昧になるんですよ。腰椎の曲がり方の適正さっていうのが違うので、もしレカロにレカロもいろんなタイプがありますから、もしねレカロに交換されるんでしたら、実際に自分の足の位置をローダーストーでしたらすごくこう上げて、この姿勢でまあね試しに座ってられて、それからどのタイプをね購入されるかっていうのを検討されるといいと思ってます。で松田さん、ぜひねこういう風なシートの研究の時に僕呼んでください。ここまでのケイズの長い動画、ご視聴ありがとうございました。少しでもこの動画が役に立ったと思う方で、チャンネル登録と高評価、そしてコメントいただけると嬉しいです。皆様、チャンネル登録よろしくお願いします。